優勝戦まもなく選手が登場です。ファンの皆様、浜の天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦もいよいよ優勝戦を迎えました。これより熱戦を勝ち進んだ8名の選手をご紹介いたします。1号車佐藤隆也選手、2号車金子大輔選手、3号車仁美武選手、4号車新井啓太選手、5号車吉原恭介選手、6号車青山周平選手、7号車渡辺敦史選手、8号車岩見隆選手、以上8名出場選手でございます。浜の天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦最終日、そして最終レースを迎えました。12レース優勝戦です。1番佐藤隆也浜松29期、2番金子大輔浜松29期、3番仁美武山陽28期、4番新井啓太伊勢崎30期、5番吉原恭介伊勢崎32期、6番青山周平伊勢崎31期、7番渡辺敦史浜松31期、8番岩見隆飯塚29期、ご覧の S級勢ぞろい。8名の戦い、枠番選択によるオープン、ゼロに8名並んで8周戦4100m、12レース優勝戦です。11レースの確定です。1着2番高宗良治、2着8番鈴木圭一郎、3着7番早川聖太郎、2番8番7番でした。高宗選手 3.561 でした。払い戻し金です。2連単28,1980円、2連複2と8の組み合わせ1150円、3連単2番8番7番は9980円、3連複2と7と8 1480円でした。2連単28,1980円、11番人気、3連単287,9980円は50番人気の決着となっています。高宗選手が1着ゴールを決めました。今節の初勝利、豪華メンバー、強豪メンバーで見事な一着取りとなりました。おめでとうございました。12レース優勝戦です。16時27分が締め切り時刻、発走が16時30分です。優勝戦試走タイム入ってきています。1番佐藤隆也選手 3.57、 2番金子選手 3.53、 3番仁美選手 3.54、 4番新井啓太選手 3.50、 5番吉原恭介選手 3.52、 6番青山周平選手 3.51、
7番渡辺選手 3.52、 8番岩見選手 3.55、 1番 3.57、 2番 3.53、 3番 3.54、 4番 3.50、 5番 3.52、 6番 3.51、 7番 3.52、 8番 3.55 です。50思想、51思想、52思想の順です。荒井啓太選手が50、若獅子杯連覇、そして3回目の優勝がかかります。思想は出てます。荒井啓太選手50です。続いて青山選手の51、続いて52が2人、5番吉原選手、7番の渡辺選手でした。優勝戦思想 VTR で振り返りましょう。12レース優勝戦です。お時間たっぷりとございます。優勝戦ぜひご投票ください。走路は濡れています。出走路の3連対率、1番 55.6%、 2番 46.2%、 3番 7.1%、 4番 60%、 5番 100%、 6番 53.8%、 7番 55.6%、 8番 61.5% です。雨の3連対立、さすが S 級レーサー、持っている方ばかりです。小雨は降っています。小雨降り続いています。山陽走路、走路はウェットコンディション濡れています。室走路です。15時44分現在、天候小雨、気温6度、湿度 91%、 風速1メートル、走路温度は4度、室走路のコンディションです。人気は4番です。しかし3連単、皆さん全て20倍以上ついています。4番人気ですけども、どこからでもというようなオッズになっているようです。それではこの時間は優質メンバー、昨日の夕方行われましたインタビューです。昨日のインタビューです。エンジン名、扱うところあれば教えてください。今一応ピストンだけ買ってきたので、ちょっと様子見て、ダメそうなら変えるし、大丈夫そうならそのまま行くしっていう感じですね。雨予報も出ています。午後から雨の方がいいですね。3番くじで1番選びました。最近1もスタートうまく切れるようになってきたし、ちょっと選んでみようかなと思いました。明日のレースは僕が皆さんの夢を叶えるために、1着取って優勝して帰りますので、皆さん僕からかけてください。ベッドオンミー。1着でクリアしてまいりました。振り返ってください。余裕なかったですけど、良かったですね、はい、フレーム交換されました。それが大きかったですね。感じはどのように上向いたんでしょう。求めてた力が出たんで、はい、それは良かったですね。雨予報も出ています。あんまりいいイメージないんですけど、やることやって頑張ります。明日も精一杯頑張ります。レースを振り返って気になるところはありましたか。いや、もう満足です。はい。優勝戦に向けて扱うところがあれば教えてください。特に考えてません。晴れた場合のタイヤ選択は今考えてます。若獅子杯、まだタイトル持っていません。もしかすると28期ラストチャンスかもしれません。いや、最後でしょうね。はい、頑張ります。優勝できるように頑張ります。応援お願いします。準決勝戦に向けては何を扱って車を上向いたんですか。勝負がけの日の前の日に新品ヘッド入れて、で調整して、今日も調整して良くなりました。雨で全日本選抜優勝戦3着ありました。雨がいいですね。はい、雨がいいです。応援してくれてる皆さんのおかげで一着を取れて、優勝することができました。明日も車検絡み狙って、心を込めて精一杯走るので、どうか車検を買って応援してください。3日間振り返って教えてください。今日は2着だったんですけど、優勝できてよかったです。比較していかがだったでしょう。車の動きは今日が一番良かったですね。何を変えて上積み。シンダーピストンを新しくしました。
5枠からどんなレースを。山陽の疾走路はちょっと走るコースがちょっと特殊なんで、慶一郎に5枠がいいって言われてちょうど空いてたんで5枠にしました。応援よろしくお願いします。準決勝戦、まあ、やり合う展開にもなりましたけども、車の動きはいかがだったんでしょう。まあ、2着までの車って感じです。はい。何を扱ってるか教えてもらえますか。まあ、シリンダー機やってるんで、まあ、点検して、まあ、変えるかどうか考えます。6枠からオープン。まあ、10よりも0の方が、まあ、スタート切れやすいんで、まあ、スタート集中して、はい、頑張ります。1着取れそうで取れなかったですけど、まあ、明日いい形で終えられるように頑張ります。応援してください。3走しました。振り返って。そうですね、初日は良かったんですけど、昨日がちょっとエンジンとタイヤ失敗して、元に戻したら良かったので、はい、優勝戦に向けて扱うところがあれば教えてください。そうですね、上がりタイムが出てたので、まあ、タイヤとエンジンはちょっと微調整します。雨予報も出ています。まあ、雨も含めてタイヤを選んでいきたいと思います。一生懸命走りますので、ぜひ応援してください。お願いします。準決勝戦はスタート先行を許す形になりました。そうですね、ちょっと空回りして遅れました。試走から手応えありました。そうですね、27はなかなか多分初めてだと思うので、まあ、手応えありました。タイヤはいかがだったでしょう。まあ、初日のタイヤだったんですけど感じよかったんですが、もうちょっと低いので明日は別なのでいきます。雨予報も出ています。山陽の雨、印象は。しっかり朝から濡れて練習できればいいかなと思います。今日はスタート失敗しましたけど、明日はしっかり切って、優勝目指して走ります。応援してください。昨日の夕方行われましたインタビューでした。小雨の疾走路になった山陽オート、優勝戦はウェットコンディション疾走路で迎えます。疾走 5-0 でした。新井啓太選手が人気、そして疾走路の連帯率は驚異な数字を残している吉原恭介、そして2着では黙っていない、まだ勝ち星がありません青山周平へと人気は続いています。2番金子の3着、1番佐藤孝也の3着、いずれも4番からずらっと売れておりました。それでは選手情報、最終レース優勝戦です。さやぽん。はい、お伝えします。お願いします。1号車佐藤孝也選手です。昨日は気温が少し高くなったので調整を行っていたということです。少し乗りづらさがあったと振り返っていました。昨日から気温が上がって感覚が変わっている感じだったので、今日は調整を行っていきたいということ。朝の練習では走路も乾いていてスタートは切れましたが、雨のスタートは得意ではないので今日は何とも言えないということ。しかし雨の山陽の雨自体は嫌いではないので頑張りますという話でした。2号車金子選手です。フレーム交換を行い求めていた力強さが出たということです。でも少し調整がずれていたということで12レースにぴったり来るか少し不安というお話も出ていました。スタートも練習では浮くような感じだったのでクラッチ板の交換を行っています。スタートの目標は先行ということ、あとはコースだと思うので外側が効けば面白いレースになると思いますというお話が出ていました。3号車ひとみ選手です。昨日はスタートが切れたことが多いしエンジン的にも悪くはないということです。今日は雨なのでエンジンはそのままということ、スタートはぼちぼちでも全然切れていないわけではない、うまいこと合えばチャンスがあると思うという話で、基本的に山陽の雨は嫌いではないというコメントも出ています。4号車新井選手です。昨日のレース前までバタバタ整備を行い音は納得できていないけどエンジンは良かったというお話です。朝の練習ではタイヤの当たり付けのみ、エンジンはかけながらいい音を求めていくということでした。スタートは昨日も良かったし練習でも空回りなく切れたということです。山陽の雨はいいイメージしかないので雨がいいですね、そのいいイメージで走りますというお話でした。5号車吉原選手です。シリンダーとピストンの交換を行い力強さが出たので晴れならもう少し伸びが欲しかったというお話です。今日は雨などでどうかなというお話でしたが、最近の雨の成績は良くないし、ここの雨は食いつく特殊な走路なので今日は晴れのつもりで調整を合わせていきたいという話です。
スタートは調子がいいので空回りしないように切っていきたい、できればトップスタート切っていきたいですねという話でした。6号車青山選手です。昨日はセッティングだけを扱っていたということでしたが、手前が弱かったと振り返っています。レース後にシリンダーとピストンの交換を行っています。しかし朝の練習では動きが良くなかったということで、シリンダーを戻しピストンのみの交換ということになっています。朝の練習では走路が乾いていたので何とも言えない、スタートもいまいちという話です。久々の雨のレースだけど、ここの雨は食いつくので晴れのつもりで走りたいという話でした。7号車渡辺選手です。昨日は道中抜かれているということで上積みがないと厳しいという話です。しかし雨ならキャブの微調整のみで大丈夫ということでした。外側のコースが効いているような走路がいい、レースを見ても晴れみたいなコースになっているので外側を回りたいということです。スタートは雨でも空回りしにくいので雨の方がいいですということ、晴れのように自信を持って切っていきたいという話でした。最後に8号車岩見選手です。エンジン的には先の伸びがあって良かったと思うということ、朝の練習ではほとんど晴れ走路みたいだったので雨は何とも言えないという話が出ています。雨セットはないのでエンジンはほぼ昨日の状態で行きたいということ、スタート後外のコースを目指してそのまま自分のコースに入りグリップを開けて走っていきたいという話、そして昨日のスタートは切った後空回りがあったということでクラッチの点検を行っていきたいということ、思想次第だと思うので人並みのタイムが出ていれば悪くないと思うというコメントも出ていました。優勝戦の選手情報は以上ですが、ここでさやかの勝手に一番星です。はい、最終レース優勝戦です、はい、お一人選んでいただきます、決めてください、はい、お願いします。今日の一番星は5号車吉原恭介選手です。来ました、はい、そうなんです、はい、全て32期ですよね、はい、どうぞ吉原選手紹介してください。はい、今節の若獅子杯は夢がテーマということで、その夢についてお話を伺うと、少し考えた結果夢はないですということでした。しかし2018年の目標としては SG の優勝戦に乗ることというお話です。毎年思っていることは去年より絶対にいい成績になりたい、整備の方法なども変わってきているので年々ステップアップできたらいいなと思っているということ、 G2 のタイトルをまだ32期は取っていないし、SG のタイトルはまだ無理だと思うけど同期の中では一番に G2 のタイトルを取りたいですねというお話が出ていましたので、今日の一番星は5号車吉原選手とさせていただきます。はい、吉原恭介選手、はい、ちょうど練習が始まる何時ぐらいだったですかね、はい、吉原選手の周りに同期が集まってですね、はい、うん、取れるよ、いけるよ、このタイヤいいよ、はい、みんなでいろんな話をされてました。そうなんですね、はいはい、カメラを持って行ってなかった僕が残念でしたけども、撮れなかったんですね、はい、いい風景を、そう、はい、いいね、あの仲間というなんかテーマになりましたね、うん、そうですね、うん、夢ということで、はい、夢はないということですけどもね、はい、本当 SG の優勝戦に圭一郎選手と乗れたら、うん、ね、それが一番嬉しいですと、うん、で今は32期は圭一郎選手が引っ張ってるけど、それに自分も僕たちもついていかないといけないというお話でしたよね、うんうん、はい、ですから、うん、今日は32期みんなの思いを乗せて、そうですよ、ね、G2 チャンプへ向けてトライしてくれると思います、はい、うん、吉原恭介選手ふさわしいピックアップレーサーになったんじゃないでしょうかね。 ありがとうございます、はいはい、では振り返りましょう。はい鈴木圭一郎選手、そして片野梨沙選手、はい、うん、佐藤裕二選手、はい、そして今日が吉原恭介選手、32期、はい、祭り、そうですね、4日間とも32期でいきました、はいはい、どんな思いで吉原選手を応援しているのか、うん、ね、いや本当楽しみな、はい、そうですよね、はい、新井啓太選手と吉原選手、うん、青山守衛選手の人気になりました、
吉原選手の頭からも売れています。はい、出走路の3連対率はすごいことになってますからね。 100% です。見てびっくりしました。3着2着1着1着2着、はい、もう一度言いますよ、吉原選手3着2着1着1着2着外してないですね。はい、新井啓太選手、はい、1着2着2着 SG 優勝戦3着、はい、はい、です。はい、どんな戦いになるのか期待していただきたいですけどもね。はい、さあサイポン、それでは締めていただきましょう。はい、早くも今日が優勝戦となりました。もう締め切りまで27分ですね。締め切り27分となっていますので、締め切りまであと13分、ね、そうですね、はい、27分が締め切りでしょうか。はい、16時27分が締め切りとなっていますので、ぜひお買い漏れないように皆さん優勝戦を楽しんでいきましょう。はい、はい、2日間ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお時間をもちまして締め切りとなりました。ご投票ありがとうございました。12レース優勝戦締め切りました。たくさんのご投票ありがとうございました。次回山陽オートレース場本庄開催は2月27日から3月1日3日間開催、第15回ネタロー山猿杯です。指定走は529チャンネルです。次回山陽オートは2月27日から3月1日までです。優勝戦発走までお待ちください。それでは優勝戦メンバー登場です。4100m8 周戦お楽しみください。浜野天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦です。優勝戦の時を迎えました。第12レース優勝戦です。メンバー紹介してまいります。相性抜群の山陽で若獅子2回目の頂点へ、1号車佐藤孝也、4大会前のこのシリーズ雨で制しています。2号車金子大輔、若獅子杯ラストチャンス、地元ナンバーワンが完全 V で締めくる3号車瞳武史、連覇がかかる大一番、今日も心を込めて走ります4号車新井啓太、自然体を貫き32キロ夢を乗せトップゴールを目指す5号車吉原恭介、ここまで未勝利、このままでは絶対に終われない6号車青山周平、メンバー中最年長、グレードレース初 V へ熱い気持ちで戦います7号車渡辺敦、久々の優勝に向かってこの枠から一気に駆け上がる8号車岩見隆、以上8名の出場選手です。今回祭は28期から32期の選手が集まりました。各期代表選手が揃っています。試走タイム一番時計4番新井啓太に人気が集まりました。若獅子連覇通算
3度目の優勝をかけて1番人気を背負っています。地元期待は3番の瞳、内2社は永遠のライバル浜松、同期29期並びました。スタートを10秒切っていきます。4番荒井啓太が人気の中心、5秒前、3秒、12レース、優勝戦です。スタートを切りました。6番の青山がスタートいく、1番の佐藤が1コーナー先手を奪って内が空いた、2番の金子がスーッと上がってきて、4番の荒井啓太も2番手になりました。7番の渡辺が中段の位置です。佐藤が3番手レースを作りましたが、2番金子がトップを奪いました。2番手は4番の荒井啓太です。3番手1番の佐藤、その後ろ6番の青山になりました。5番吉原がインコース、7番の渡辺と競り合っています。8番の岩見隆が6番手に上がってくるところ、最高3番の一目置かれました。2番の金子対4番の荒井啓太の戦いに、5番の吉原、6番の青山、3番の争い、レースは残り6周を切っていきます。先頭2番の金子、リードはほとんどありません。4番の荒井啓太が2番手から先頭を伺うんでしょうか。インコースまだ入れない、2番金子がうまい競争を後ろを抑えています。4番の荒井啓太と2社が抜け出しました。3番手は5番の吉原、6番の青山がその後ろになって、残りはまだまだ5周です。2番金子、4番の荒井啓太、早くもデッドヒート、2人の世界になりました。2番金子がコースを抑える、コースを守ります。4番の荒井、策はあるのか。新井は外を選択しました。レースはここで残り半分です。金子大輔若獅子2回目のタイトルへ、4番の新井啓太は連覇がかかります。人気の中心は4番の新井啓太、インコース、さあ入ってこれるか、まだ届かない。2番の金子が抑える、4番の新井啓太がインコース、離された位置に5番、吉原恭介、32期では G2 はまだ取っていない。吉原恭介32期、みんなの思いを乗せて離された3番手の位置になった。4番手に上がってきたのは7番の渡辺篤です。2番の金子に仕掛ける、4番の新井啓太、まだ届いていない。残りは2周を切っていきます。金子が押し切り体制か、それとも新井啓太なのか。金子大輔、なかなか思うように動かなかったアルマキロイ、力強さを取り戻し快速撃につながっていくんでしょうか。それとも連覇の新井啓太か。青旗回って最終周回、滑った新井啓太、離された。2番金子大輔がトップ、4番の新井啓太滑って離される。金子大輔だ、金子大輔が最後のバックストレッチ、ご覧のように離してみせた。金子大輔若獅子杯はこれで2回目の優勝となります。出走路で G2 を制します。金子大輔若獅子チャンプ。なかなか思うように動かなかった愛車アール・マキロイ、力強さを取り戻し快進撃につながった。どんな走路でも気持ちでは誰にも負けない金子大輔、この大一番戦いに勝ち切りました。金子大輔でした。最後まで2人の戦い、仕掛けどころがなかったか。最後を狙ったが滑って交代、4番荒井啓太、金子大輔2度目の若獅子チャンプに輝きました。新走路では初めての若獅子優勝と金子選手なりました。12レース、1着2番、2着4番、3着5番です。G2 若獅子杯は金子大輔選手が優勝となりました。5日間皆様ありがとうございました。初日は積雪で雪中止になりましたが、2日目以降たくさんの皆様に寒い中ご来場いただきました。そしてたくさんのご投票ありがとうございました。金子大輔、新井啓太の2人の戦い、制したのは金子大輔。1着2番金子大輔、2着4番荒井啓太、3着5番吉原恭介です。12レース払い戻し金2連単24,940円、2連複2と4の組み合わせ660円、3連単24,5,5120円、3連複2と4と5,640円でした。
2連単24,1940円8番人気、3連単245,1120円21番人気の決着です。上がりタイムは 3.549 です。前回は4大会前になりますでしょうか、金子大輔選手失走路で一度若獅子杯を制しています。その話をさせていただいた時はあまり昔すぎて覚えていないという話でした。その金子大輔選手、ここ山陽では G1 制覇もあります。プレミアムカップ2015年山陽オートで制しています。若獅子杯は2013年ですね、雨で制しています。それでは優勝戦を振り返りましょう。5秒前、3秒、12レース優勝戦です。スタートを切りました。6番の青山がスタートいく、1番の佐藤が1コーナー先手を奪って内側いた、2番の金子がスーッと上がってきて、4番の新井啓太も2番手になりました。7番の渡辺が中段の位置です。佐藤が3番手レースを作りましたが、2番金子がトップを奪いました。2番手は4番の新井啓太です。3番手1番の佐藤、その後ろ6番の青山になりました。5番吉原がインコース、7番の渡辺と競り合っています。8番の岩見隆が6番手に上がってくるところ、最高3番の一目置かれました。2番の金子対4番の新井啓太の戦いに、5番の吉原、6番の青山、3番の争い、レースは残り6周を切っていきます。先頭2番の金子リードはほとんどありません。4番の新井啓太が2番手から先頭を伺うんでしょうか。インコースまだ入れない、2番金子はうまい競争を後ろを抑えています。4番の新井啓太と2車が抜け出しました。3番手は5番の吉原、6番の青山がその後ろになって、残りはまだまだ5周です。2番金子、4番の新井啓太、早くもデッドヒート、2人の世界になりました。2番金子がコースを抑える、コースを守ります。4番の新井、策はあるのか。新井は外を選択しました。レースはここで残り半分です。金子大輔若獅子2回目のタイトルへ、4番の新井啓太は連覇がかかります。人気の中心は4番の新井啓太、インコース、さあ入ってこれるか、まだ届かない。2番の金子が抑える、4番の新井啓太がインコース離された位置、5番吉原恭介、32期では G2 はまだ取っていない。吉原恭介32期、みんなの思いを乗せて離された3番手の位置になった。4番手に上がってきたのは7番の渡辺篤です。2番の金子に仕掛ける、4番の新井啓太まだ届いていない。残りは2周を切っていきます。金子が押し切り体制か、それとも新井啓太なのか。金子大輔、なかなか思うように動かなかったアルマキロイ、力強さを取り戻し快速撃につながっていくんでしょうか。それとも連覇の新井啓太か。青旗回って最終周回、滑った新井啓太離された。2番金子大輔がトップ、4番の新井啓太滑って離される。金子大輔だ、金子大輔が最後のバックストレッチ、ご覧のように離してみせた金子大輔。若獅子杯はこれで2回目の優勝となります。出走路で G2 を制します。金子大輔若獅子チャンプ。何か横に後ろに目がついていた、そんな金子選手のうまい競争を抑え込んでみせました。抜かせなかった金子大輔選手、この後センターホールにて表彰式を行われます。魂の走りを見せてくれた、車券を買っていただいているファンの思いを乗せて走った新井啓太選手、連覇とはなりませんでしたが2着。そして鈴木圭一郎選手が5号車を取るようにということで、空いていた5号車を取った32期みんなの思いを乗せて走った吉原選手が3着、2番4番5番で3連単5120円の決着、上がり 3.549。 金子大輔選手おめでとうございました。強い金子大輔選手、3連勝締めくくって優勝です。大一番勝利しました。
金子選手にまず喜びの声を伺おうと思います。金子選手、5年ぶりの若獅子制覇になりました。はい、本当夢にも思ってなかったんで嬉しいですね。はい、今日のレースを振り返ります。朝のスタート練習から何かそのクラッチの方を少しまた変えられてレースに臨まれたそうなんですけれども、スタートいかがでした？まあ切れないと思ってたんで、まあできる限り、まあその後いい位置つけられるように、まあ集中して、はい、切ったつもりです。そしてあの1コーナー目の前にがスパンと開けたかなと思うんですけども。そうですね、高谷が張るの分かったんで、まあその準備は、はい、しましたね。どうでしょう、先頭へ出てから長い旅が始まりましたね。そうですね、まあ、あの啓太が今回いい動きだったので、まあ、道中も見えましたし、まあ、どっかで来るんだろうなと思ってたら来なかったですね。はい、結構金子さんの後輪覗いてるシーンがあったんですけども、ご自身やっぱりそういうのも感じないぐらい前に進む力があったというところでしょうか？いえ、見えたんでちょっと邪魔しました。はい、そのあたり前回の若獅子優勝から SG も優勝経験されて、かなりその技とか経験とかいろんな力がついてきたというところでしょうか？たまたまっすね。はい、さあどうでしょう、8周回先頭守りきってゴールした時の気持ちを教えてください。そうですね、ちょっとまだ年末のこれからどんどん返していかないといけないので、まあこれからもっともっと頑張らないとなっていう気持ちですね。はい、まあ、年末ご自身ああいうことを経験されて、それからマシンの調子も上がらない中で本当にいろいろ整備されたコンセプトだったと思います。そうですね、なぜかちょっともう最近もう年取ってきて朝早く目が覚めちゃって、そのおかげで朝から整備がいっぱいできました。特に僕が印象に残っているのが2日目、勝利した後すぐにフレーム交換というところでかなり貪欲に整備されているなという印象があったんですけれども。そうですね、前回 の飯塚の選抜の時からあの部品をもうかなり変えてやり尽くしてたので、もうそこしかないかなと思って、はい、変えました。この新年1月で何か一つの答えは出ましたか？いえ、わかんないですけど、はい、なんかそのマシンの手応えとかですね、金子選手を求めるもの、求め続けてものを一つ答え出ましたか？まあそうですね、フレーム変えてだいぶ良くなったんですけど、最近ついてないことが多くて、この後役払いに行こうと思ってて、はい、一つちょっと話がそれるんですけども、すごく健康的な顔の色をされてますけれども、これ何かトレーニングとかされてるんでしょうか？ちょっと合宿行ってきましたね。はい、わかりました。さあこれから金子選手一節挟んで地元の G1 というところになります。次節また次節 G1 への抱負をお聞かせください。はい、まあ、マイレースお客さんが楽しんでもらえるように、精一杯整備して一生懸命練習して、いいレースできるよう頑張ります。そして昨年末悔しい思いをして今年の目標をお願いします。そうですね、まあ年末のポイントを取ってまたあの舞台でミスしないように、ゴールできるように、はい、精一杯頑張りたいです。優勝した金子選手にお話を伺いました。それでは全国の皆さん、会場の皆さんを含めて全国の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、最後まで残っていただいてありがとうございます。これからも選手みんなで頑張っていいレースしていきますので、本庄へ来て、応援してください。金子選手に喜びの声を伺いました。金子選手ありがとうございました。でこちらの方へどうぞ。それでは表彰を行います。正海食品株式会社賞が正海食品株式会社取締役工場長川並学様より優勝した金子大輔選手に贈られます。金子大輔様、あなたは浜の天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦において
日頃練磨された技量を遺憾なく発揮され、当初の成優勝金子大輔殿、あなたは山陽オートレース場において行われた浜野テンプレアプレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦に出場し、投手の成績を収められたので、その健闘をたたえ、優勝金子大輔様、あなたは浜野天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦において日頃練磨された技量を遺憾なく発揮され、当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえ表彰します。平成30年1月28日山陽野田市長藤田浩二、どうもおめでとうございます。浜野天ぷら屋さん、本節お世話になりました浜野天ぷら屋さんの、あ、いいですか、天ぷらを持ってもらって両サイドに、まず金子選手、はい、美味しいんですよ金子さん、長州揚げっていう天ぷら、もう少し胸元上げていただいて、正解職員さん、浜野天ぷら屋の長州揚げを金子選手どっさりで、ね、後で、そしてインタビュー写真撮影が行われております。記念撮影です。浜野天ぷら屋プレゼンツ G2 第28回若獅子杯争奪戦第28代のチャンピオンは金子大輔選手でした。このシリーズ4大会ぶりの優勝となりました。若獅子杯2度目の優勝おめでとうございます。次回も期待しております。金子大輔選手の優勝をお届けして皆様とお別れです。それではありがとうございました。さよなら。